皆さんこんにちは。今日はお知らせがあります。タイトルにもあります通り、えー、私は2023年の3月からですね、えー、吉本から対住みます芸人として対移住します。えー、まず、住みます芸人というのは何かというと、えっと、まあ日本でもあるんですけど、各県に芸人さんが 実際に住んでそこで活動するというプロジェクトがあって、えー、それのアジア版ですね。あの、タイにもあるし、えー、フィリピンとかベトナムとか、まあ、いろんなアジア各国に、もうすでに数年前から芸人さんがそこで、あの、移住して活動しているという、えー、プロジェクトの一環で、えー、私も、タイ住みます芸人として、えー、向こうで活動することになりました。 詳しくはですね、なんでタイなのとか、あのー、どうやってどういった行き先でこうなったのっていうのは、あのー、今回家族で行きますので、えっと夫婦チャンネルの方で全部語ってますので、概要欄から見れるので、ぜひそちらをチェックしていただければと思います。もうですね、いよいよ引っ越しの準備とかもちょこちょこ始めたり、ビザ申請とかもなんかなんやかんやずっと。 動いておりました。もうね、動き始めたのが、かなり前からのことなんで、私の体感としては、ようやくっていう感じではあるんですけど、このチャンネルでは一切そういうことを言ってなくて、夫婦チャンネルの方では生配信とかでも、あの、海外に移住したいとかいうことで、タイにあの何回も行って、あの、住んだら実際どういう環境なのかなとか、 あと、息子の幼稚園はどんな感じなのかなとか見学に行ったりとか、そういうことは、あの、しておりました。で、このチャンネルに関してなんですけど、まあ、今 ASMR とか、もっぱんとか、いろいろあげてると思うんですけど、特にグルメに特化しているんですね。なので、まあ、向こうで、例えば食べたいものを見つけたら、食べてみたりとか、環境が整ってたら、それで ASMR やってみたりとか、多分私の、 あのー、このチャンネルへの欲望というか方向性は本当に食もうとにかく美味しいものを食べて発信したいという気持ちが強いので向こうに行っても多分グルメチャンネルっていうことは変わりないと思います詳しいことはね本当に向こうのチャンネルで言ってるのでここではさらっとしたご報告になると思うんですけどももう当然家も変わるので背景も変わるんであの突然ね見た人が えってびっくりしないように、こっちでは、あの、報告の動画を上げさせていただきました。移住するまで、あのー、まだ時間はあるんですが、かなり準備でバタバタなので、最近もね、本当に毎日忙しくしているので、あの、動画がなかなか上がらないので、もし次上がるとしたら、ちょっと背景がアジアンテイスト強めかもしれません。ので、あ、移住したんだな、という風に思ってください。 なんかね、向こうは市場とかも多いし、なんか出店とかもたっくさんあるので、そういうのも、なんか日本じゃできない、こうカメラを持ってね、ロケして、んでその場で食べてみるとか、なんかそういうこともできそうなので、はい、そんなんで楽しんで動画アップしていこうかと思っていますので、今後ともよろしくお願いします。